ウォーターホールモデルはソフトウェア工学では非常に古くからある最もポピュラーな開発モデル。ウォーターホールモデルの一例プロジェクトによって工程の定義に差はあるが開発プロジェクトを時系列に主として以下のような工程で行われる。要求定義外部設計内部、設計開発テスト運用蒸気のように作業工程にトップダウンで分割する。線表を使用して これらの工程を一度で終わらせる計画を縦進捗管理をする。原則として全工程が完了しないと次工程に進まないことで全工程の成果物の品質を確保し全工程への後戻りを最小限にする。ウォーターホールモデルの利点は工程の進捗管理がしやすいことである。ウォーターホールモデルの例には IBM によるアドサイなどがある。なお、 ウォーターホールモデルは古く、スパイラルモデルは新しいと単純化して語られる場合もあるが、大規模開発ではスパイラルモデルだけでは収束せず破綻するケースが大半のため、現在でもウォーターホールモデルとスパイラルモデル等は組み合わされて使用されている。ウォーターホールモデルが採用される裏には、次のようなスパイラルモデルの問題が解決できないという理由もある。 1968年、NATO 公演の国際会議にて、ソフトウェア開発を職人芸的な作成方法から、工業製品としての作成方法に変える方法として、製品製造過程のように開発をいくつかの工程に分け、各工程の終了を意味する文章を作成することで、進捗を管理し、早いうちから品質の作り込みをしようとする、ウォーターホールモデルの原型が提唱された。 ウォーターホールモデルという用語は文字通り滝を意味し WW ロイスによって1970年に発表された論文マネージング・ザ・デベロップメント・オブラージ・ソフトウェア・システムズの内容が元になったとされるこの論文において大規模ソフトウェア開発には製品製造過程のようにいくつかの工程に分けたトップダウンアプローチが必要と述べているしかし論文には ウォーターホールモデルという記述はなく、また、全工程への後戻りも提唱されており、元の論文の内容とは異なっている。初めて、ウォーターホールという用語を用いたのは、T.E. ベルト T.E.A. タイヤーによる1976年に発表された論文ソフトウェアリクワイアメントであり、B.W. ボヘムが1981年に出版した本。 ソフトウェアエンジニアリングエコノミックスにおいて、ウォーターォールモデルのオリジナルはロイスだと述べ、ウォーターォールモデルの起源がロイスであるという誤解を広めた。ウォーターォールモデルに対する批判には次のようなものがある。ウォーターォールモデルの問題点は、全工程に間違いがないことを前提、または期待していることである。古くから要求を事前に詳細に定義することは困難であると。 言われている。要求をユーザーに徹底的に確認したにもかかわらず、下流工程になって見え始めたシステムを見たユーザーから修正要望が出ることがある。この要望に応えるには全工程に戻って進捗度を戻さざるを得なくなる。ウォーターホール開発プロジェクトが成功するためには、過去に同じようなプロジェクトで一度失敗している必要があると言われている。これは、 システム開発の名著、人月の神話においても批判されていることである。全工程への後戻りは、スケジュールの遅延の原因であると評価されるため、全工程の完了要件を徹底して、品質を高め、後戻りの発生率を可能な限り低下させるとともに、後戻りが発生する場合は変更管理によって、公式に決定し、後戻りや横展開を確実にフォローすることが求められる。 また、大規模開発では、全システムを同じスケジュールとすると、管理可能な範囲を超える、似たような問題が各所で、同時発生するリソースの平準化がなされないなどの問題があるため、業務上、またはシステム的に分割要因な適切なサブシステム単位に分割し、それぞれで局面化することが一般的である。この場合は、共通する仕様の問題は、 先行するサブシステムで発見されるため、後続のサブシステムではより早い工程で変更できる。要求の修正要望が出ないようにするために、プロトタイプと呼ばれる試作プログラムや、画面で模様プログラムを作成することがある。この試作プログラムの開発を、要求定義工程とみなせば全工程が、完了しないと次工程に進まない原則と辻ズが合うが、開発工程とみなせば、 原則に違反したとして、プロトタイプを作成しないよう指示されてしまうことが考えられる。テスト駆動開発は着実に進捗を進めることを可能にする開発方法であると言われてるが、これも全工程が完了しないと次工程に進まない。原則に違反する。また、テストの自動化に関するノウハウが必要になる。ありがとうございます。